小雪ちゃんは？あ、小雪もできました。はい、じゃあ、はい、どうぞ。小雪の夏の思い出はじゃーん、こんな感じです。マリアンだ。わかるかな。そう、こっちが小雪で、こっちが小雪が飼ってるワンちゃん。かわいいよねー、マロヤン。マロさんなんですけど、ね、そう、あのですね、ワンちゃんって、うん、調味料とかは、ね、使わなければ、はい、結構ね、麺類とかご飯とかを食べることができるので、うん、そう、自分がそうめんを茹でるときに、うん、あれ、マロさんにも細かくそうめんを切って、うん、でなんかトマトとかで調味料なしにして煮込んであげると食べることができるので、食べられるんだね。初めて知った。そう、入れちゃいけないものもね、たくさんあるんだけど、うん、それに気をつけてれば大丈夫なので、うん、一緒にこう、かわいい、一緒に食べてる。そうなのね、かわいいんですよ、小雪ちゃんの飼ってるポメラニアンだよね、白い。そう、真っ白くて、いつもブログにもね、載せてもらって。そうなんです。もうマルヤンがいるとすぐチェックしちゃうの。ありがとうございます。うちの娘は本当にいつもいつもご引きいただいてね、マルヤンだからね。そう、まあ、でも番組にもね、連れてきてもらえたらちょっと嬉しいなと思って、本当連れてきたんだけどね、ちょっとね、そわそわしちゃいそうだから、うん、ね、確かに。そう、はい、そんな感じで、まあ、ブログの方もチェックしてください。はい、お願いします。ということです。はい、じゃあ夏のね、話に入ったので、今日のテーマ、うん、はい、夏ということで、はい、はい、夏のね、じゃあ何かね、今年の夏、はい、小雪ちゃんは何かやりたいことがありますか？お、やりたいこと？うん、やりたいこと、ね、うん、今年の夏にやってみたいこと、やってみたいこと、うん、いろいろあるけどね、うん、ミオカあるよ。ある？うん、これ書く？じゃあ書こうか。書く？これはね、うん、今年こそはチャレンジしたいこと、夏に。おお、これ多分ね、夏じゃなくても挑戦できることなんですけど、うんうんうん、まあ夏が一番いいんじゃないかな。何？はい、ジャンプ。はい、早い。パラセーリング。パラセーリング、うん、なんだっけ、知ってる？わかんない。あのね、毎年夏にね、江ノ島の海に行くんですよ、うんうんうん、で江ノ島の海に行くと、こう丘の方でパラシュートっていうのかな、パラセーリングって言って、あの丘の上からこう空に向かってこうシューッて、うんうんうん、浮かぶ、うん、飛ぶやつ。そう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 、で夏に海行くと飛んでるんですよ。あ、で、あれいつかやりたいなと思って、でも高所恐怖症なんですよ、美穂子。大問題じゃない。大問題なので、遊園地とかに行っても高いところが苦手だから、あ、ジェットコースターも無理だし、あ、まあ、絶叫マシーンももちろん無理だし、だから今年こそはパラセーリングをして高所恐怖症を克服したいなっていう。なるほどね、まあ、これはちょっと本気で挑戦していきたいと思ってます。めっちゃ怖いんですけどね。でもさ、うん、絶叫マシンとかもさ、うん、ダメだったらさ、ダメ、結構怖くない？なんか生身で飛ばなきゃいけないじゃん、うん、なんか甘く見てる、甘く見てるなんかこう遠くから見てるとさ、うん、ふわふわ浮いてる感じで、なんかこう怖くなさそうに見えるんだけど、どうなんだろう、どうなんだろう。いや、どうなんだろうね。なんかさ、うん、降りる瞬間、着陸する瞬間とかがさ、ちょっとなんか勢いありそうなイメージがあるから、うん、落ちるときとかね、そうスポーッとか落ちちゃったら、まあ、そんなことは考えて多分やらないと思う、パラセーリングで飛んでる人たちは。まあね、楽しいなって思ってるのかもしれないけど、うん、でも小雪も絶叫マシンとかにも全然ダメだから、うん、一緒じゃん。そう、よかった。怖いからさ、うん、ちょっと、ね、無理だよね、うん、絶対無理だわ。今年こそはできる。今年こそはちょっとチャレンジしたいと思います。もしパラセーリング経験したことがある方は、番組のホームページまでぜひ感想を送ってください。そうだね、それで勇気づけられれば、はい、たらできるかもしれないから、こんな感じで、ね、じゃあ小雪ちゃんは？あ、はい、じゃあ小雪、今年の夏やりたいことはじゃーん、とまたマロやー。そう、マロさんなんだけど、うん、これは何かと言いますとですね、うんうん、あのポメラニアンって結構毛が長い種類のワンちゃんなんだけど、うん、これをね、夏にサマーカットで柴犬みたいにね、短くしちゃうやつがあるの。これおけけだ。そう、これおけけがね、横
りこれほっこりとかじゃなくておけけが汚れそう積もってる感じなんだけど、うん、そうなんですよ、これおけけ刈られちゃったおけけ、ね、羊みたいそう、ね、そうだな、やりたいなと思ってるんだけど、うん、でもちょっとね、マロさんね結構か、うん、あれ毛がね、柔らかくって、うん、そうで、だから量もね、そんなに多くないから、うん、そう、ほんとスピッツのね、子犬とかみたいな感じで、うんうん、あんまりね、ポメラニアのタヌキみたいな感じのおさっていうのじゃないから、そうで、なんかね、毛を一回短くすると、うん、なんかそこまで伸びなくなっちゃう子がいるんだって、うん、そういう種類があるんだね、そうだね、個体差があるみたいで、うん、そうだからマロさんさ、ただでさえね毛が少ないのに、うん、切っちゃったせいでね全然伸びなくなったりとかしたらさ、ちょっとね、かわいそうになっちゃうね、ね、痛ましいからと思って、うん、まだ迷ってるんですよ、うん、そっか、でもなんか切ったところも見てみた、マロやん、まあね、うちの子は何しても可愛いと思うからねそれは認める、本当に可愛い、そう、可愛いでしょ、うん、もう一回こう、もううちの子にしたいやだよ、みやこに預けたらなんか大変なことになりそうで、生きて帰ってくればいいけど、多分円形脱毛症になっちゃう、結局毛が減っちゃうみたいなちょっとやだよ、そんな感じでマルヤン、ちょっと挑戦してみてください、はい、ちょっと検討しておきます、はい、夏子さん、はい、ということで、じゃあ次に質問です、はい、はい、じゃあ今年の夏海に行くかもしれないですけど、うん、行きたいね、ちょっと聞きたいことがあって、はい、男性の、水着で、はい、何色が好きですか、おー、え、男性の水着で何色、うん、うん、何色が好きですか、色が好きですか、すっごい私こだわりがあるんですけど、え、何ある、ある、まあズバッと言うけどね、うん、必ず暖色系がいいの、赤、オレンジ、黄色、この3色のうちのどれかいいんだ、なんかそれが海辺にいるだけでなんか興奮しちゃう、何何のセンサーが反応するのそれあの色いいなっていう、目立とうとしてるっていうね、なんか興奮する、え、目立とうとしてるからいいなとか、なんだ、動物のあれじゃない、なんかなんか基本的に赤とかオレンジ黄色ってなんかこう元気にならない、元気って興奮しない、見てると元気になるは分かる、うん、なんかしかもその男の子もなんか元気そうに見える、うん、うん、そうだ、活発な人なんだなっていう風に見えるから、まあ暖色系がいいかなっていう、逆に去年海行った時にやっぱ圧倒的に黒と白が多かったんですよ、あ、そうなんだ、水着が、へえ、それはちょっとね興奮しなかったですね、ああ残念あ、うん、黒と白はちょっとあんまり魅力はおすすめできないかなっていう、なるほどね、はい、え、じゃああれは赤いふんどしとかだったらどうびっくりするよね、海辺にいたら、うん、あ、でも男の感じなくはないじゃん、うん、プリッとしてればね、あ、お尻が、あ、お尻どっちなんだ、ちょっとただれてたりね、おけけがプツプツって入ったらちょっと、やだ、そんなところでじっと見るのだって知らない人のお尻でしょ、そうだよ、やだもう、だってあれ見せてるんでしょ、ふんどしだったら多分そうとは限らないし、小雪は、じゃあ小雪、うん、え、小雪は正直どうでもいいですね、うん、男性の水着とかなんだ、え、だって、うん、基本的になんだ、自分が良ければいいからもう自分の下着じゃない、水着のこだわりは出ました、出ました、もうね、男性の水着なんてもう正直なんでもいい、うん、もう本当ふんどしでもいいし、うん、もう赤でも白でも黒でも、もう黄色でもなんならもう何でもいいよね、うん、まあ自分が良ければ全てよしっていうことでしょ、うん、そうだね、小雪に迷惑がかからなかったら何色でもいいけど、あ、でも、うん、1個だけやってみたいなっていうのは、うん、はい、なんかね、ティーバッグを履いてほしい、うん、海辺ね、そう、そんな水着、あ、分かった、あるね、あるあるある、あるよね、うん、あ、違う、ティーバッグ、ティーバッグみたいな、結構あのさ、なんだろう、レスキュー隊じゃなくて、なんだっけ、ライフセーバーの人が着てるピチピチのパンツじゃなく